お嬢様、どうか気をお静めください。誰が犯人かはまだわかりませんぞ。それにベアトリーチェ様は親方様の大切な賓客です。だから何だってんだ。本人の胸ぐらひねり上げてやれば白状するに決まってるぜ。目を見ればわかるんだよ。私が見破ってやる。何が魔女だ、ベアトリーチェだ。化けの皮を剥いでやる。開けろよベアトリーチェ、出てこい。聞こえてるんだろ、ここを開けろ。ここマスターキーで開くんでしょ。開けて。お嬢様、それは大変な失礼に当たります。カノンさん、いいんですか？もしおられたなら、無礼になるのは承知です。それに、もし、ベアトリーチェ様が、何の関係もないというなら、それを僕たちに釈明して納得させればいい。そうだぜ、その通りだ、カリルゼ。お姿がありませんね。
れてるってなんだ。お嬢様、気をお鎮めください。お怪我をなさいます。離せよ。ちくしょう、ちくしょう、出てきやがれベアトリンチ。よくも父さんと母さんを。そんなに私が怖いかよ。殺してやる、殺してやる、ぶっ殺してやるから姿を現しやがれ。だから離せって言ってんだろ。くそー、私がぬくぬくとここであなたが飛び込んでくるのを待ちぼうけるとでも。知的な夜に粗暴なるあなたは似合わない。こんな間抜けに育てた親はどんな顔。うん、見たよ。本当にそっくりな間抜け面。今はお菓子の国でお腹いっぱい。これはお渡しください。お怪我をなさいますと申し上げております。離せって言ってんだよ。くそー、くそI'm sorry.
隙間があったら、あいつを探せよ。すまし出して私のところに連れてこい。お前らが行かないなら私が探す。そしてこの手で殺してやる。腹を引き裂いてやる。触るんじゃねえぜ。畜生、畜生。お嬢様、お薬を至急。南條先生をお呼びします。ゴーダさん、僕に任せてくれませんか。カノンさん、いいのですか。今のお嬢様には涙を流す時間も必要なのだと思います。ご両親のあんな死に方を目の当たりにしては。そうですね。わかりました。私はローザ様のところへ戻ります。お嬢様をくれぐれもよろしくお願いしますよ。はい、お任せを。こちらへ。今お薬をご用意します。
大丈夫ですか？お嬢様。私は大丈夫だぜ。父さんと母さんは、私はもうちょっとなきゃ大丈夫だぜ。廊下におります。ご用がありましたら、すぐにお呼びください。何か？しばらく一人になりたいって。おざおばさんに伝えてくれるかな？一人にはしません。あなたを僕は一人にしない。だから廊下にいます。いつでも呼んでください。